オープンしたのはエディオンピースウィング広島を含む中央公園広場エリア、広島スタジアムパークです。広さはマツダスタジアムの 1.5 倍にあたるおよそ3万4000平方メートルです。サッカーの試合はもちろんのことありますけれども、試合のない日であっても年間を通して広域から多くの方々集っていただく、そして広島の新たな賑わいの拠点となっていることを確信いたして。パーク内の商業施設広場には中四国初出店の12の店を含む16テナントが入ります。広場の1階には木に接し自然の大切さを学んでもらおうと、木育をテーマにした気温度広島がオープンしました。広島で初出店、全国で2店舗目となります。国産の木材を使った遊具など木のキッズパークもあり、早速子どもたちが遊んでいました。店内には木の雑貨ショップや大人もゆっくりできるカフェを併設しています。カフェでは学ぶ、つながるなどテーマに応じた800冊の本を自由に読むことができます。また木を使ったものづくりのワークショップも体験できます。木育をテーマにした体験施設でして、大人も子どもも木に触れる体験を通じて木の大切さであったりとか自然の大切さを感じられるような体験施設となっております。さらに店の前には射的や輪投げなど大人も懐かしい屋台縁日があり、家族で楽しむことができます。芝生エリアではボールやフリスビー、縄跳びなど子どもが遊べる遊具が無料で貸し出されます。またテントやチェアなど家族で楽しめるピクニックセットもレンタルできます。手ぶらで来ても芝生エリアでアクティブに遊ぶことができるということです。その広島スタジアムパークに中継が出ています。田口さん。はい、もうすごい盛り上がりです。エディオンピースウィング広島に来ています。今日はこの後6時半からもうあと10分ぐらいですね、ドイツシュチュットガルトとサンフレッチェ広島との親善試合ピースマッチが行われるということで、もう早い時間からにぎわってましたよ。で、このピースウィングの2階通路からそのままつながって今日オープンした商業施設広場に来ることができるんですね。でいろんなお店が入ってるんですけれども、こちら左手側には綺麗な芝生が広がっています。この芝生エリアの広さは1万2000平方メートルなんですけれども、だいたいマツダスタジアムのグラウンド部分と同じ広さがあるんだそうです。広い。でボールですとかピクニックセットとかレンタルすることもできますので、親子でねプラッと来て遊ぶこともできますし、なんといってもこの綺麗な芝生ですからね、お子さんはもしかしたら大人も気持ちよく遊べると思います。でこの商業施設広場には16のテナントが入るんですけれども、中でも12のお店が広島初出店になるんです。その中の一つグルナビフードホールワイカフェさんにお邪魔します。ちょっと同棲の関係で今日は出口の方から失礼させていただきます。お邪魔します。ものすごい開放感ですね。レストラン予約サイトのグルナビがプロデュースするカフェダイニング広島初出店になるんですけれども、こちらには授乳室があったりとか、であとこういったご家族でくつろげる小上がりになった席もありますのでゆったりできそうですね。でこちらでいただけるお料理が全国の人気店からグルナビが選んだメニューたちなんです。例えばこちら東京で大人気のティーヌンのガパオライスだったりとか、あとこれ三軒茶屋にしかないお店芝刈りわらさんの11種類の本格的なスパイスが使われたカレー、もうどちらも食欲をそそるんですが、なんといってもおすすめがこちらです。食を知り尽くしたグルナビが今の人気グルメっていうのを調査し尽くして満を持して提供しているこちらのエスニックあえ麺、ものすごい彩りでしょ、すごい色鮮やかなんですが、すごいこれを混ぜ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 して、これね混ぜる、いっぱい混ぜてくださいって言われました。あ、もうね混ぜた、ちょっと混ぜただけですごいハーブの香りが上がってきますね。美味しそう。うん、
ナンプラーが効いてて癖になる美味しさです。で、こちらのお店、普段は午後8時までの営業なんですけれども、今日みたいにサッカーがあるときやイベントがあるときには時間を延長して営業する予定だということです。この後もスタジアムパークからお送りします。いや、おしゃれで広島初出店っていうのがそそられますよね。店内も広くて家族にはぴったりなようですよね。田口さんにはまた番組後半で伝えてもらいます。